九字照良は、山梨県甲府市出身の元プロ野球選手、野球指導者。現在は、阪神タイガースの一軍、内野守備鍵盤と担当コーチを務める。現役時代には2001年のみ、登録名を、テルと改めていた。長女の九字愛は、2017年のミュージカル、アニーにて C 役で出演した。東海大甲府高校時代は、全国選手権に3回出場。 東のくじ、西の立浪と言われており、高校時代から守備力があった。立浪とは後に、中日ドラゴンズで同僚となる。シュアな打撃が売りだったが、高校3年時には、当時の4番打者、エバナが不審のために、大役で4番に座ったことがある。社会人の日本石油では、日本選手権、アマチュア王座決定戦で優勝を経験し、 1991年度ドラフト会議にて、阪神タイガースから2位指名を受けて入団。背番号は8。堅実な守備と、勝負強い打撃で1年目から活躍し、開幕戦にも先発出場し、オールスターゲームのセリーグ遊撃手部門ファン、投票選出される。1992年に打率、245で、新人王に選出。本類打例本で、 新人王に選ばれた野手は史上初であった。1993年は年初に前年の新人王を争った相手でもある同様の新城強志が遊撃へ再コンバートされるも春季キャンプにおいての守備力評価で優位となりポジションを守った。1996年5月18日の甲子園の広島戦では9回西から二塁打を放ち、 ロビンソン・チェコのノーヒットノーランを阻止した。この他にも、同年6月23日の富山での広島戦で、山崎県から二塁打、1993年4月27日に、名古屋球場での中日戦で、各現時から単打をそれぞれ打ち、ノーヒッターを阻止している。ルーキーイヤーから、不動の遊撃手として出場していたが、1997年、 規定打席到達はしていたものの、同年に監督就任した吉田義夫からは、くじの方の弱さから閉殺を取れないことを指摘され、同年に入団し、主に二類、三類を守っていた今岡誠を来年からは、遊撃手として育てる方針が固まっていた。1997年オフ、脱税事件で、出場停止となった鳥越雄介の穴埋めとして1998年に、 石川光一と共に、大宝安明、矢野照弘との交換トレードで中日へ移籍背番号は6。6は、高校時代と社会人時代に慣れ親しんでいた、背番号でもあった。遊撃手として、新外国人の李商藩が入団したために類種に、転校。しかし李が、死宮により、先列を離れたため、シーズン後半からは、遊撃手を務めた。 1999年には福留光介にレギュラーの座こそ譲ったものの当時守備に不安があった福留に代わり試合の後半に出場することも多かった。その後は井端博和、荒木正宏ら若手の台頭により出場機会が減少。2002年のシーズン終了後には守備コーチ就任の打診を受けたが現役続行を求めて自由契約で退団した。 2003年から古巣の阪神に復帰し、中日時代の32イコール6の語呂合わせから背番号32をつけた。2003年は持ち前の抜群の守備力で同年のリーグ優勝に貢献した。阪神復帰時は試合終盤の21時頃に守備固めで出場する機会が多かったことからファンや実況中継では9時に9時と呼ばれていた。9時が 中日に在籍していた時期と、阪神に復帰した2003年の監督であった、星野千日は、九時の守備能力とともに指導者としての資質を高く評価。2005年にも、阪神から、次期指導者育成の一環として、二軍コーチへの就任を打診された。しかし、現役続行を希望する九時が、この打診を拒否したため、球団は、九時の意思を尊重した上で自由契約にした。 その後は合同トライアウトに参加したが、獲得球団がなく、2006年に入って、引退を決意した。最後に出場した試合は2005年の日本シリーズの第4戦、9回に1塁の代走として出場したが、矢野照広の送りバントが3塁手への消費球となり、飛び出した本人も1塁へ戻れず、閉鎖となった。2006年の春には、古巣、阪神の仲介を通じて、 メジャーリーグのアトランタブレーブスで短期のコーチ研修を受講。2007年から2年間産経スポーツの専属評論家として牛若丸が切る。と題した評論コラムを大阪本社発行版の紙面に連載する一方で NHKBS のメジャーリーグ中継でも解説を務めていた。2008年10月29日には一軍守備総類コーチとして阪神に復帰した。 2009年シーズンから、背番号は、くじをもじって92を使用し、主に一類ベースコーチを担当。2012年からは、和田豊監督の要請で三類ベースコーチを務めた。2013年10月19日、球団へ退任を申し入れ退団した。退団後の同年11月下旬、台湾で開催されるプロ野球のウィンターリーグで、台湾チームの臨時コーチを担当。 2014年からは再び野球評論家、野球解説者として活動していた。2015年4月、京新高等学校野球部の外部コーチに就任した。2016年シーズンより再び、阪神の一軍内野守備総類コーチを務めている。2018年シーズン途中から金本、友明監督の方針で、一塁ベースコーチを担当した。 2019年シーズンでは再びベンチ担当となる。2021年からは内野守備鍵盤と担当コーチに肩書きが変更となった。遊撃を中心に高い守備力を誇る。現役時代は打球団に河合正弘らの存在もあり、ゴールデングラブ賞には縁がなかったが、その鉄壁の守備で阪神、中日を支えた。一方で打撃に課題があり、 毎年のように対抗馬をぶつけられ、ポジション争いをしていた。中日時代のチームメイトである、井端広和は、内野守備がうまい選手の一人に、くじをあげている。井端は、くじの守備を、見せる守備と表現し、見せる守備では、到底追いつけないと思い、堅実に守るように、方向転換したという。ありがとうございます。